はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はおすすめランドリーアイテム紹介、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。愛用している洗濯洗剤はエマール、柔軟剤はイロカのネイキッドリリーの香りが一番好きです。最近はコスパがいい柔軟剤と使い分けをして使用しています。洗濯洗剤はこだわりがなく、いろいろなものを使用してきましたが、黒い服の色落ちが気になり、MR を使うようになりました。蛍光増白剤が入っている洗剤は、白い服以外に使う場合は、色あせの原因になるんだとか、主婦歴長いのに最近知りました。MR はおしゃれ着用洗剤なので、洗浄力は高くないかもしれませんが、伸びよれを補修してくれる効果もあるし、色落ちしにくいからおすすめです。あとね、お値段高くないのもお気に入りポイントです。次に紹介するのは最近お迎えしたこちら、エスティロ小型衣類乾燥機。スタイリッシュでおしゃれなデザイン。我が家は乾燥機付きの洗濯機を使用していますが、洗濯量が多かったり分けて洗濯をするので乾燥機が使えない時が結構あるんですよね。特に梅雨時、週末はシーツや靴なんかも洗濯するので、一日中洗濯機を稼働しています。この小型衣類乾燥機は最大3キロの衣類を乾燥させることができます。雨時期や急ぎで衣類を乾燥させたい時に大活躍。この日はね、洗濯をサボっていたらタオルがなかったので急ぎで乾燥をかけました。買い物からね帰ってきたらしっかりと乾燥されてました。我が家あるあるだと、日曜日の夜中に給食のエプロンを出された時なんかすっごく助かります。サブ乾燥機としてもいいですが、洗濯機に乾燥機能がないご家庭は特に大活躍すると思います。振動も少なく音も静か。ドライヤーボールを一緒に使えば乾燥時間短縮、一部シワ改善、静電気防止、ふんわり仕上がり。アロマオイルなんかつけちゃって一緒に回すと、柔軟剤のように香り付きも可能です。東京電力基準だと標準コースの2時間24分が約60円の電気代なので、手軽に使えます。ドライヤーボールを入れてない時よりも入れた方が衣類がねふかふかでシワが少なくなったと思います。でね、付属でマルチ乾燥トレイというものがあります。で、これを洗濯機の中にこんな感じで設置します。雨の日に濡れたスニーカーや乾いてない上履きはここに乗せて乾燥させるだけです。その他にも子供用品、ぬいぐるみ、下着、薄い衣類なんかを乾燥&脱臭できるというトレイです。コースは標準、強力、少量快速、念入り、リフレッシュと選ぶことができます。ちなみに汚れた靴の洗濯にはこの靴ピカという洗剤を使っています。最近使い始めたのですが、とてもお気に入りです。軽く洗ってもまた汚れてるので、つけ置きしておきます。酸素系洗剤もプラスしてしばらく放置。しばらく放置したらこちらのネットに入れます。こちらは掃除の神様シューズ丸洗いブラッシングネット。中がね、細かいブラシになっていて汚れをかき取ってくれるんです。こちらは関口さん家の靴ピカ洗濯機で楽々シートというものです。このシートを、まんべんなく入れることで靴をね吸ってお掃除してくれるというシートです。シューズネット自体にもブラッシング効果があるので、ダブルで綺麗にする作戦です。で、ネットに入れたらあとは洗濯機で回すだけです。本当はね、靴ピカの液体そのまま入れといた方がいいんですけれども、ちょっとバケツじゃなくて洗面台でやってしまったので、オキシクリーン1杯だけ入れておきます。靴を入れた洗濯機が止まりました。開けてみます。もともとね結構汚れていた靴だったんですけど、
結構ね綺麗になりました。手洗いしたのとね変わらないぐらい綺麗になったと思います。いやもうちょっとね分かりやすいね汚れでやりたかったのですけど、これ本当におすすめです。あ、ドア閉めようと思ったら閉まらなかった。次のおすすめはこちら、楽天ニクラスで購入したピンチハンガーです。このピンチの位置をね移動できるのと、なんといってもパッパッパッと引っ張って洗濯物を取り込めるのでめちゃくちゃおすすめです。洗濯時に使っているハンガーはニトリのハンガーです。こう首元がねよれないような形状になっているので、洗濯物をねハンガーに入れるとき、とっても楽です。キャミソールがかけれるようになったりとか、あとは滑り止めのね加工もされています。続いては枕カバーのシミ抜きをしたいと思います。鼻血がついていたんですけど、ちょっと放置していたので頑固な汚れになってますね。こちらはオキシクリーンのマックスフォースジェルスティックです。前スプレータイプを使っていたんですけれども、薬局に行ったらねジェルスティックタイプがあったので使ってみました。こう押すだけでジェルが出てくるので、本当はねそのスティックで擦るんですけど、なかなか取れなかったので、この無印のブラシで高速球で擦ったらめちゃくちゃ取れてびっくりした。ちなみに衣類を傷める可能性があるので、剛速球で擦るのは自己判断でお願いします。はい、ということで今回はおすすめランドリーアイテムを紹介しました。先ほども紹介したエスティロは重さ17キロで持ち運びも簡単、コンセントを挿すだけでどこでも設置可能です。衣類を守りながらしっかりと乾燥してくれる高性能小型衣類乾燥機です。各種メディアでも取り上げられている超人気のアイテムです。一人暮らしの方から子育て世代の方、幅広いご家庭で活躍してくれると思います。でね、今なら1万円キャッシュバックキャンペーンを行っているので、気になった方はねぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。